おはよう。おはよう。儲かったわ。おはようじゃねえよ。おはよう。儲かったわ。お前らほんとちょろいな。うん。どうした？おい。どうした？お前ら。ちょろいんだよ。なめんなよ。1万8000円だわ。1万8000円。なめんなよ。月末だっていうこと忘れてんだろ。ふざけんなよ、お前ら。ほんとに。お前らがそうやって花火投げないんだったらこっちも使う手使うからな。ああ意外にしろよ、ほんと花火投げろっつってんだよ、バカが。普段からゴミがふざけやがって。うるせえバカ。花火返さねえよ。うるせえよ。なんだお前、夜中に引退枠やって騙されて、朝方騙され、2回騙されるってどんだけバカなんだよ、ほんとに。これはひどいじゃねえよ。うるせえよ。バカだろ、ほんとに。バカ野郎。食ってくために必死なんだよ、こっちは。バカが、普段からタダで見やがって。ゴミ野郎、ほんと。ふざけやがってよ。タダ見なんだから。もう1ヶ月もタダ見しやがってよ。ふざけんじゃねえよ。ファッキンジャップだよ、こっちは。ふざけんじゃねえよ。うるせえ。アイテム供与なんかしねえもん。アイテムくださいって言った？さっきの枠で。ねえ。アイテムくださいって聞いた？ねえ。アイテムくださいって書いてた？書いてないでしょ？ねえ。アイテムくださいって言った？アイテムくださいって言った？いいんだよって。アイテムはお気持ちだからって。うん、ねえ。いや、復活だから、復活。復活だから。いや、儲かったよ。儲かった。儲かった。いや、儲かった。いや、だから何回目引退枠何回目ですか？だから48回目だね。49でしょ ?50 じゃん。じゃあ50回目だね。50回目だね。記念すべき50回目。うん。50回目。うん。秒だね。うん、秒。復活復活、うん、いやでも僕も騙されたよ。僕もあ引退すんだと思って復活復活復活通常運転、うんうん、通常運転、うん、金ちゃんうまくからなめとんなめとんうんなめとん知らなかった。ありがとう花火ありがとう花火ありがとう分かってるね、うん、ありがとうね。儲かるんだよね。うん、大好きだよね。わかるよ。俺も大好き。うん、バカだなぁ、ほんと、うん。そうそう、そんなもんだから。うん、そんなもんだから。うん、普通に騙されたわ、うん。これが配信だから、甘い世界じゃないから、ほんと。やっぱ、俺らみたいな、もう底辺を這いずり回ってる人間は、死ぬ気で稼がないといけないから。死ぬ気で。そう。死ぬ気で銭を稼がないといけないんだ。うん、死ぬ気で、うん、わかる。いや泣いた人はその綺麗な涙でしょ。心が綺麗だから泣けたわけじゃん。誇りに思っていいよ、うん、誇りに思っていいよ、うん、分かったよ分かったよ分かった分かった。じゃあ今から引退枠やろ。分かった分かった。そこまで言うんなら分かった分かった。引退してほしいんでしょ。じゃあ引退枠やる？いいよいいよ。お前らがそこまで言うんだ。分かった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 。引退してほしいんでしょ。じゃあ今から引退枠やればいいの？やってやろうか。引退枠やる？いいよ。引退枠やる？どうする？引退枠が見たいでしょ。引退枠が好きなんでしょ。引退枠やる？じゃあね、うん、引退枠やる？どうする、うん、死なないんだなこれが。うん、付き合うのめんどくさいよね。わかるわかる、うん、アイテム飛ぶ。引退枠大丈夫。なんでかっていうと昨日見てない勢がいるから。昼間いるから、うんうん、昼間の今日のことを知らない人たちがいるから、うん、引退枠って知らない。花火くださいって意味だからね。引退枠って花火くださいっていう。本当に引退するやつ引退枠なんかやんないから、
バカでしょ、芸能人じゃねえんだからスマートフォンでピッて押したら誰でもできるんだよ今。子供でもできるんだよ、スマートフォンでピッて押したらできるんだよ。引退だって、バカじゃないの、バカなの、なんで、何が引退だお前。じゃあお前ドラゴンクエストとかさ、ポケモンとかやるのに引退しますって友達に言うね。俺なあたかし、どうしたカズオ、俺ポケモン GO やめるわとか言わないでしょ、うん、ポケモン GO やめるとき引退とか言わないでしょ、うん、お前らがワーキャー言ってんのそのレベルだから、うん、そのレベル、うん、何配信で引退って、たかだかさサイトのアプリサイトでさ、引退しろ、引退するな、やめないでとか、俺が決めるから、やめるときもやるときも、やめるときもやるときも俺が勝手に決めるから、うん、勝手にやめるし、うん、勝手にやるから、うん、じゃあみんなおやすみ、お疲れ、もう一回エンディングソング流すね、おやすみ。Time.